めて語り伝えられている悲しい物語もまた数多く残されています。唐の都長安への道を求めて3年苦しい修行を重ねてシルクロード経由の東西文化の初風を学び、やっとの思いで博多のここ荒津の浜へ帰ってまいりました。航路間での関係の意外を再現いたしましょう。入唐3年、数多くの学問や技術や物産、書籍教文などを携えて遣唐使一行は帰ってまいりました。喜び迎える荒津の人々、その人の身をかき分けてここ航路館に迎えられたことでしょう。航路館はすでに皆様ご存知のように、平安時代には重要な太宰府政庁の迎賓館として大きな役割を持っておりました。さて、命を懸けて帰り着いた遣唐使の一行を心から喜び合って迎え、慰労の酒盛りや土産話や儀式もあったことでしょう。その喜び合う歓迎の宴を酒盛り報告の舞、歓迎の舞で彩っていただきましょう。